最初の方はやっぱりこうつらかったというか、うん、誰にも相談できずのアウェイ感も感じてたし<ー>もちろん実力もかなわないアウェイ感じる、うん、あれが本当に嫌だったんですよよっしゃ合格したじゃあライブ出れるってライブ出たらもうシって人間滑りすぎると血尿が止まんなくなるんですよ便器真っ赤だっ赤て 原因って滑りてきたら死ぬもんな、はい、そうっす、ね、なんかちぃまいこちゃんのキャラクターってみんな第1巻からずーっとキャラあって、うん、でみんな愛されてこれナルシストだけどみんなからずっと嫌われないな 1>,、うん、1年ぐらいめちゃくちゃ早いよやん <laughs> <っ>さあというわけで、えー、今日はですねこんな、えー、ゲストに来ていただきました <laughs> えー 東北の神主さんです。どうも東北の神主金井子でお願いします。いやあありがとうございます。いやちょいちょいこう現場なんかでも会いますけど、なんか会わない現場でなんかちょっと俺のことを言うてくれてたりみそいな話があって、そうですよ。でなんか一回ゆっくり話ねしたい。意外としたことないから。そうなんですよね。あのプライベートでも僕が覚えてるのは二回だけご飯行った。 って思ったことがあってそのにもたくさん芸人さんたちがいててのだから二人でこう話すのはマジで初めてです初めてだよなめっちゃ緊張しますいやそんなことないけどやっぱり誰になりたいって俺は加納栄光になりたいしいやもうねそれは本当だからどこまで本気で言ってんのかなとかいやまたまた僕の中ではマジで思ってますだってまあそれもやっぱ真逆というか僕の中では もうあの忘れもしないあのドキュメンタルって松本さんのアマゾンプライムのドキュメンタルに出た時あれって他の10人とかで笑かし合いする中で1か月前ぐらいにそのお話いただいてどうしようかなどうしようかなって一応ルールでカバン1個に入る小道具持っっててていいよっていのます家の中でも一番大きなカバンを用意してドンキー行ってハンズ行ってネットでいろいろとなんかこうネタになるようなグッズいっぱい集めて。 このパンパンになって持ってって僕2番目か3番目ぐらいだったんですけど、うん、入って「今日、うん、よろしくお願いします」って言ってその後ジュニアさんが、うん、手ぶらでポケットに手を突っ込んできたんですよ。<laughs> <laughs> そん時に「嘘でしょ!」みたいなあの参加費100万円だけ持ってない <laughs> マジでびっくりして違う違う違うそれはもう皆さんいろいろ考えて考えてやりはるやろうから、はい、そこに俺がというよりはそれをこう。 やらしてもらった方がいいかなと思っていや、で、結果、僕が持ってきた道具小道具とかを発展させていって僕が想像もしないような笑い作ってってすげえなぁ、みたいな感じでそうなったとって結局それで一番終わる点の俺だからすぐ脱落されてました確かにえ、英語じゃ…だからいろんなこの世界の入り方あるやん俺なんかで見たか聞いたかで ほんまに最初ミュージシャンやったの？そうっすね。地元とか<う>東京とかであの路上ライブとか音楽やってましたね。それはガチでやってた。ガチでやってました。あの笑、ー、かそうじゃなくて、あ、いや笑かそうとしないです。<laughs> 全く。マジで笑かそうじゃないです。<laughs> <ー>だからあのー、最近なんか千鳥さんの番組でクセスゴーっていう番組でなんか曲をこうアレンジして。うんうん 翼をくださいなんて言ったら「うん、この大空に」みたいな感じでちょっとそれがなんかネタになって、うん、僕マジで高校時代から本当かっこいいと思ってやってたんですよそれをそれがねコンサートでなんかミュージシャンがコンサート用だけちょっと CD を原曲アレンジして歌うのが、はあなるほどかっこいいなっていうのをずっとやってたのがそのままネタになってたっていうだけではあ、はあ、でもあれも100%こうしたらお客さんが笑うやろっていうのでやってたら思んないもん、はい どっかで若干こいつマジやな<ー> <laughs> 見え隠れするからやっぱちょっとおもろい、ね、ーな確かに考えてみると周りの友達とか同級生とかはクスクスはしてたなって感じは今思えばあ,あ,ありましたああ <laughs> 聞かせた時に はあ、ほんでまた自分が意図しないところをみんなに迷うなら笑われているっていう、はい、そういうけうなタイプの芸人がちゃんと魔石を選んでるっていうところがこれちょっとプチ奇跡が起こってるようなそうっすねでもこれも完全に本当に運命というかたまたまだったんですけどね<う>日本映画学校っていう学校にあああの出身でして<う>そこの学校っていうのは3年生の学校で。 映画学校で今村翔平監督が建、はい、てた学校なんですよ、はい、そこで3年間演技の勉強がまあ基本するんですけど、はいはい、ダンスもやるし歌もやるし3年間中3か月間だけお笑いのカリキュラムがあって、はい、そこでやっぱお笑いにこう目覚める人が例えば「うっちゃんなんちゃんさん」とか、うんうん、出川さんとか、うん、バカリズムさんとかで僕とかになるんですけど、はい、その,その、えー、っと日本映画学校は、はい、その先は芸人っていうことで入ってるの いや、そこはあの演技もやるし歌もやるしっていうのあってお,<う>お笑いももちろん好きだったんですよ<う>でいろんな事業があるから<う>一通りやるから<う>正直に自分が何になりたいのか全く分かってなくてその中で何か、はい、道が見つかったらええなーぐらいで入ってんねや、はい、ほんでなんでそこであこれやっぱお笑いやなーっていうのはどこでなるの、あのあ、ー、僕東北出身なんですけどお,お笑いに携わるチャンスっって全くなかったんですよ東京とか関西って毎日のようにお笑いライブとかあるじゃないですか、うんはい 全くないです年に1回ぐらい東京から芸人さんがやって来てライブやるぐらいそれも行ったことなくて学生時代に友達に誘われて正直僕の中で当時「エンタの神様」っていうのが流行っててっていうか人気あって「え誰だよ誰誰誰?」「知らねえなエンタの神様の大人気番組にも出てないような芸人のライブなんかなんで行かなきゃいけねえんだよ」みたいな。 エンドの神様に出てないってことは面白くないってことだから面白くない売れてない芸人のライブをなんでお金払っていかなきゃいけないんだよみたいな感じで思っててでも友達の強引な誘いで「いや分かったよ」って言ったんですよ。したらもう「面白い」声でもうかっこいいってなったんですよ。当時ナイツとか伊藤麻子さんとか出ててもう舞台でもバンバン笑い取ってって何だこの人たち知らない人たちがバンバン笑い取って この人たちになりたいと思って、<う>マセキのオーディションをすぐ受け入れあそうなんや、はい、じゃあこの人っていうよりはもう全体のナイス、ね、伊藤和紗子とかいろんなんのマセキの芸人さんたちがみんなかっこよくてうもうトップバッターから取りまで全員面白くてへえ<ー>すげーと思って<う>でそれにもすぐ芸になるって決めました<う>はい、ほんで三年間行 卒業して卒業して、オーディション受けながらネタ見せやりながら先輩たちの黒子お手伝いとかライブやりながらですね。はほんでどこで世間的に狩野英孝は出てくるのえっとんか漫才だったらボケあってツッコミあってみたいなピンだったんでもうずっとピンだの映画学校なんでみんなやっぱ俳優志望なんですよ「俺役者行くから」みたいな劇団入るんで役者の事務所入る 芸人っていう人いなくてでも1人しかいなくてピンでネタ作んなきゃいけないと思っていろいろ試したんですけどなかなかオーディション落ちあの受からなくてで、たまたま受かったんですけどコントやって受かったんですけどよっしゃ合格したじゃあライブ出れるってライブ出たらもうシーンでそれが何ヶ月も続いてもう本当に人間滑りすぎると血尿が止まらなくなるんですよ。便器真っっ赤なってスストレスで、はい で病院行ったらナットクラッカー現象っていう治療法がないストレスの病気で<う>原因分かりますかって言われて<う>は、はい、滑りすぎてみたいな感じになってうあもうどうしようもうやめたら楽なんだろうな芸人って思って。いろんな症状出て、ね、<し> <laughs> 芸人滑って、はい、俺も帯状疱疹うわーって言ったからな。 お岩さんのこすに結局のところ芸人って滑りすぎたら死ぬもんな <laughs> そうですね死にます死にますあと <laughs> はだ、い、から死なないためにはあとやめるしかないんですよね芸人をあ,<ー>であとやめたらもう楽になるな治るんだろうなっていうその治療法は分かったんですよだったらもうもう捨てるもんないわと思って、はい、どうしようかなと思って家でさくらもこう先生の大ファンで、うん な家にある桜の子さんとその「ちいまる子ちゃん」の全巻をなんとなくこう読んでたら<う>ふと、あのー、このクラスメート<う>長沢く君って言うじゃないですか<う>玉ねぎ頭の<う>ネクラで毒言う感じが<う>エンのの神様の大田光さんそういえばんかちいまる子ちゃんのキャラクターってみんな第1巻からずっとキャラあって<う>でみんな愛されて<う>すごいな<う>って思った時に。 この花輪くんっていうキャラクターにーこれはナルシストだけどみんなからずっと嫌われないな<ー>可愛がられてんな<ー>そうか花輪くんやってみようと思って花輪くんの吹き出しのそのセリフとか結構「ヘイベイビー」とか<ー>「子猫ちゃんたち」みたいなのをピックアップして<ー> 1>, で1個コント作ったんですよ。<ー>ナルシストがテレフォンショッピングの、えー、店員だったんで,<ー>でこの商品紹介するよりも自分を紹介しちゃうみたいな<ー>ネタ作ったら<ー>受けたんですよそれが初めて。 花輪くんなんや花輪英孝はこれナルシストだと思ってそっからずっとナルシスト極めてて髪も伸ばして白スーツにしてバラさしてみたいなどん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 そうめん冷麺いやラーメンつけ麺全然違います最初から違うです最初ラーメンつけ麺僕イケメンあそうったっけまあ何でもえいけどそれでナルシストがラーメン屋だったみたいなコントを作ってそれが生まれてってみたいな感じでそうなんですよ それはすごいだそれはな君くんのおかげというかじゃあなんかネタもなんかあ1個設定っていうかそのキャ,<う>キャラクター見つかったらすごい作りやすくてただ事務所の人とかにもよく言われたのが<う>やっぱキャラで言ってもいいけど<う>あの大体どっかでやっぱ素が出て<う>キャラクターをが崩壊するみたいな結局みんなその作ったキャラクターだからみんなこう崩壊してってんか。うん 巣が見えて、なな。んか冷めちゃうみたい俺も「あ気をつけます」なんては言ってたんですけど、はい、考えてみたら僕もともとナルシストというかそこやねんな中学時代から本当サングラスして学校行ってたりだとか<う>ラルクアンシエルさんとかああいうグレイとかああいうギラギラした音楽好きではい、はい、PV とかコンサート見てんかこう手を広げて歌うとかこういうポーズとか昔から好きだったしあ一切キャラ崩壊することなくそのまま行けたんですよ。 なるほどその遺伝子は持ってるから持ってたんですよ0から100を演じてるんじゃないかなそうなんですよまあまああるところ48%ぐらいありましたありましたありましたすぐ入ってきやすかったんですそうなんやそれをなんか一回雑誌の取材かなんかで本当にテレビ出始めの頃に言ったらそれがたまたまさくらモ先生が読んでくれてすぐ連絡来てきて息子がファンなんで サインいただけませんか?」って言って「私も送ります」って言って額縁にあの花輪君のイラストとち新丸る子ちゃんちぃまる子ちゃんと<う>で、こっちにあのお笑い好きの野口さんっていうんですけど<う>この3人の似顔絵で「声届いてよかった」みたいなすごいなそれはいめちゃくちゃ嬉しかったんですよだかそれがなかったら今ここにいなかったっていうのはあ、ね、いやほんまにだから赤塚先生の長寿の「はい、タモリはあなたの作品ですよ、ね」っああ<ー>そうですそうですそうです だからちょうどまたその頃桜桃茂子先生も組織し送ってくれたあたりぐらいにチームマルコちゃんの実写版とかが始まって、マジで俺来るかなってちょっとおおお先生が花婿役,役はどうしてもこの人でっていうのは一声あれば、そら、ドキドキしてたんですけど、おおウベン・セイジさんでした。ああそうか、ああ海の親、桜桃茂子先生だよ。そうなんですよ。 ただお会いしたことはなかったですけど、最後まで。<ー>うん、え、それで、そのナルシスト花輪君やーっていうのを見つけるまでに。はい、えー、今作入ってから何年かかってるの。<れ>早いよな。はい、早かったです。えっ、ー、と、それで見つけても、一年ぐらいかかりましたよ。一年ぐらい。めちゃくちゃ早いよ。<laughs> はい。<laughs> そうっすね。早 <laughs>。いや、僕の中では、地獄の一年がすごい長く感じたんですけどね。 いろんなこと試してみたりだとかなんやかんやっててもダメだダメだダメだだったんではあでも1年で 1> <laughs> ほんであのタンメン入麺いや全然違 <laughs> うそっからすぐあので、はい、あの最初もともと成人式でおばあちゃんに買ってもらったリクルートスーツみたいな黒のスーツ着てやってたんですよ正直ライブとかではまあ結構こう受けてはいたんですよでオンエアバトルも ととかか NHK 出てちょっっされたたりすする時代もあったんですけど今一つこうゴールデンの番組とかそういうネタ番組あんまはまんなくて当時笑いの金メダルとかあったりとかしてオーディションは行くんですけどなかなか受かんなくてもっと行かなきゃダメかなと思って白スーツに変えたんですよで白スーツに変えたら「レッドカーペット」っていう番組が始まってでフジテレビ行ってオーディション会場「失礼します」ってガチャって開けたら前に落とされた。 えっっと、デディレクターーーささん、ん<う>プロュサだ前の番組ほうほう他の番組で<う>で、その時と同じ、全く同じネタ持ってきちゃったし「はいはい、ああダメだ終わった」うん、と思ってたんですけどネタ終わった後、あれあそっか衣装を変えたからか,か同じネタだけどすごいなんか伝わりやすくなったね」<う>みたいな感じで合格もらって<う>初めてゴールデンの番組でネタやってからもうそこからは。ういわゆる、まあ言うたら、 デビュー番組みたいな感じそのあと『レッドシアン』とかそうですそうですあそこに選ばれてロンハーにも呼んでいただいたりとかして他の番組も結構呼んでいただけたのがきっかけですね確かに早いっちゃ早いよめちゃくちゃ早いやんでもこの「早い」っていうのが早いしじゃあもうだいぶだいぶこうテレビ出だしてからもう長いよなそうっすね20年ぐらいいやえっとテレビで2016年ぐらい16年ぐらい でも、この早いのがやっぱり正直最初の方はやっぱり、こう、辛かったというかそれこそロンドンハーツでもう45年前10人芸人呼ばれてその10人で格付けテーマがこの人の子孫を残したいテーマで1位から10位まで,るんですけど今でも上の上段の端っこに座っててあとほかみんながジュニアさんいます有吉さんいます。 チュートリアの徳井さんいます自家長の河本さんいますザキヤマさんいますで<ー>もう中堅というか<ー>その中に25歳ぐらいの僕がポツンといる中で<ー>もうどう頑張っても立ち打ちできるわけではないあれが本当に嫌だったんですよ<ー>嫌でしたねまあそうかもう何な,ならちょっとアウェイ感も感じてたし<ー>もちろん実力もかなわないアウェイ感じる 当時そのロンドンハーツのスタッフさんにしっかり淳さんにまあちょっと可愛がられてかわがっていただいたっていうのもあってか、うん、まあ呼んでいただいてか、うん、でなんか崎山さんが先輩が彼女を連れてきてるからなんか、うん、笑顔で言いてあげてるだけだからなみたいなことをなんかちょっとふらっと言って、うん、それが俺ぐさっときて、うん、ああもう全然芸人としては認められずに、うん、なんかうん。 先輩が気に入ってる女の子ぐらいの感じやから笑ってんねんでってそれは崎山くんのボケやろうボケなんでボケやですけど周りは笑ってたんですけど<ー>僕はもうぐさっときたりとか<ー>なんかこう冷たい感じが<ー>なんかすごいなんか勝手に感じてて、ね、本当に嫌でしたね。 俺らは別にそんなふうに思ってないから楽しくみんなでワイワイやって、はい、今日の収録おもろかったなみたいな感じでしか思ってなかったけど一番上の一番向こうではやっぱりこうすごいこう、はい、孤立してる感があっためちゃくちゃありましたで淳さんとすごい可愛がって頂い,いてるとはいうものの、うん、僕プライベートで淳さんのご飯に行ったことなくてだから誰にも相談できず本当にそれを抱えて<う>持って帰ってなんか苦しむだけ。 本当に嫌でしたね。花また家から来るそのいろんな思いで痒みが出てくるし。あ,あ、そうですアレルギーではい。本当<あ> <laughs> そ,そう。痒くて寝れなかったそう。ああそうなんや。はあ、ほんでそれどれぐらいからそのなんていうのゲートが開くの。そのうわ楽しいっていう。それはやっぱ。 20代は全然しんどかったです。30ぐらいからやっと。今いくつやったっけ？40です。今40。はい。10年前ぐらいから。はい。やっとなんかこう楽しくなりましたね。なんか自分のオンエアもちゃんと見るようになりましたし、今まではもう見られなくて、見たくなくて、どうせ多分ボコボコにされてへこんでる、また思い出すし、それがやっぱりあの同期がやっぱこう。 テレビめてててきかからららそれれを打ち明ける仲間がでですね同期はシズルとかハリセンボンとかパンサーのカンさんとかライスとか大体あの辺りがやっぱこうちょこちょこ出始めて一緒の番組とかなって格付けとかもだんだん僕だけだったのが例えばジョイマンが呼ばれるようになったりとかフルスポンチ村上が呼ばれるようになったりとか同じ世代の人たちがちょっと呼ばれるようになったんですつ 楽しくなってくんや楽しくなってきましたねあ<ー>、うん、ほんでその頃からプライベートも楽しくなるんじゃろそうですねあのー、<laughs> 楽しすぎました <laughs> <laughs> これが初めてのレギュラーかなと思うぐらい毎週週刊誌になんか載ってて <laughs> こう何ただ何ただみたいなのありましたし<ー>僕はここから芸能自粛に入りますあの伝説の記者会見伝説じゃないですけど <laughs> もしかしたら加野英孝自粛がなかった加野英孝は今こうなってないのいやなってないと思います